はい、続きまして、全体的な色もついてきて、じゃあ次、完全にペン入れするよ、これで、こっから。ね、この動画も、ね、何個かに分けて撮ってるんだけど、これで3つ目か。さあ、こっからどうしようかな。先にちょっとだけこれ、さあ、これ入れとくか。ちょっとだけ。塗る的なポイント、だいたい下唇に塗って、待ってやるだけでいい。これだけで。上はそんなのない。ほんとちょっと付け足すくらい。かかったかね。これ、こんな感じ。もともとね、自分は口がでかいから、ちょっと気にしてあんまり横までは塗らない。この中間ぐらいだけ塗る。舞妓さんみたいな。あと唇が薄いなって気にしてたり、石原さとみちゃんみたいにしたい人はちょっと厚塗りするよね。待ってするときにちょっと広めにやると広がる。こんな感じ。あ、可愛くなったんじゃないっけ。したら次。よし。そうだな。これ入れるか。ケイト。ここね、これ塗りすぎるとね、赤くなっちゃうからね、ほどほどにやるんだけど。ちょっと赤いのを、ちょっとだけ入れる。この目尻のとこに入れる。で、ちょっとはみ出したとこにもシュッて入れる。こうやってちょっとだけね、上にはみ出すのよ。これを手でこう、指でなじませる。こう、目の内側にこう入れるようにして、これで。結局中に、後からラインを引くから、中の1ミリぐらい、いらなくなっちゃうからね、あんまり内側から入れないの、赤いの。こう中に押し入れるように入れる。こうやって。こんな感じかな。ちょっと赤いっしょ。で、ちょっと、今これ入れたんだけど、次この薄い方のピンクを、この目の上に入れる。上に、こう、外側から内側に流すように入れる、こうやって。こんな感じ。自然でしょ。ピンクになって。今日あいにくのね、雨だからね、最近雨降りすぎだよね。で、こんな感じ。で、今回は、ハロウィンということで、ちょっとね、逆の色を目の下に入れてみようと思うんだ。このピンクのほぼ逆の色、緑。まあ、なんでもいいのよ、これは。これをちょっとね、ここの目の下に入れる。ちょっとだけね。これぐらい。これだとね、なんか可愛く見えるのよ。これやると。ちょっとね、可愛く見えるし、目がね、小悪魔っぽくならない？これもうボロクソだよ、これ。やばいよ。ちょっとこの下に。人間のっていうか、日本人の肌って、緑が結構馴染むのよね。だから、緑色って結構いいのよ、相性が。そんなに、なんかワンポイントで緑を入れても、言うほど違和感がない。垂れ目メイクとかするときも自然になるから、そう、垂れ目にしたいときはこうやって濃いめの緑を入れるといいよね、こうやって。自然な垂れ目になるでしょ、ほら。ほら。自然に目が広がった。これを目のこうやって内側とかに入れても、結構自然になるの。ちょっとやりすぎたかな。猫目になったでしょ、ほら。今日小悪魔風メイクを意識してるから、ほんのちょっとだけど目の内側にも入れた。やりすぎたら取ればいいんだし。これライナーだと濃くなっちゃうけど、こうやってカラーだから、こうやって微調整ができる。簡単に微調整ができる。いらんとなったら
BB クリーム潰せばいいんでしょ、こうやって。猫目になったでしょ、ちょっと。ここに緑を入れて、中にもちょっとアイカラー緑入れて、猫目っぽいでしょ。広がったでしょ。もともと丸い目気にしてるからさ。ね、全体的に。したら、話長くなってるから、ここからすぐ、じゃライナーで入れていこう。これなんだ、どこのだ。メイベリンか。ニューヨーク。ハイパーシャープライナー。書きやすいんだよね、こういう風に。細い方が。これを入れていくんだけど、あんま濃くすると、毛ばくなるから。わお。お隣で子供がくしゃみをした俺に向かって、キャハー。あんま濃くしすぎず言えなかった。あの焦げ茶とか茶色持ってる人はその方がいいかもしれないね。馴染むから肌に。もともと色が白い人だったら薄い方がいいね。どう？濃くなったでしょ。こういう感じになるね。違うでしょ、結構。こっち側も塗るよ。ちょっとはみ出たかな。描くときのポイントはすぐ目開かないことだね。これ描き慣れるまで時間かかるんだよ。よし、じゃあ一回これ止めて、書き終わったところからスタートにするね。両方書いとくね。